はい、皆さんこんにちは、リヒトです。いや、またまたね、ちょっとやばい時間に動画撮ってて、まだやばいね、めっちゃ遅い時間に動画上がってると思うんですが、最近どうもちょっと生活リズムがね、バグってるんですが、今回は毎週やらせていただきます。こちらの作品リゼロ第3期の感想動画撮っていきたいと思います。今回は作一新放送になりました第3期7話50作一じゃないね、もう先日だね57話、最も新しい英雄と最も古い英雄ですね、こちら見させていただいた正直すぎる感想、一切忖度ない感想を、友達の話をしながら話してありで話していきたいと思います。で、ちょっと真夜中ですね、声のトーンはもうめちゃくちゃ熱く語りたいんですけど、まあ抑えめになるべくしてね、行きたいなと思います。よろしくお願いしますということなんですけれども、まあ、早速ね、ネタバレなしの感想、結論から入っていきたいと思うんですけど、今回この57話ですね、原作ファンからも待望会みたいな感じで、予告とかもものすごい期待の声がね溢れててね、僕も楽しみにしてたんですけど、見させていただきまして、ネタバレなしの感想結論しました。正直ですね、めちゃめちゃ神回やったー、めっちゃ泣いた、もうてかもう泣きまくった。いやー、もうね、もう完全になんかリゼロ3期を、まあ、勘違いとまではいかないですけど、見くびってもないんですけどね、まあ、やっぱでもね、リゼロ3期ってバトルが多いと、でまあオールスターというかね、滞在司教も4人もいてみたいな、もうとんでもない敵にとんでもない仲間たちで立ち向かっていくぞという話なんでね、でバトルシーンもめっちゃ多いですから盛り上がるぞとね、いうところで、もともと3期めっちゃ面白いって話もね、原作の方、僕はアニメ勢で見てるんですけれども、やっぱめちゃくちゃ面白いなと、アニメ版もものすごいですよ、クオリティも高いなと思って見てた3期だったんですけど、まあ、前回もね、ほとんどバトルなかったんですよ。で、今回だってもうバトルなかったんですけど、まあ、演説会だったんですけど、もうね、ボロ泣き。いやもう、なんかリゼロの真髄を見たというか、いや、めっちゃ神回でしたよ。これから見る人ね、ちょっと本当楽しみに見てほしいなっていう感じぐらいハードル上げちゃうんですけど、もうね、こっからも楽しみすぎるし、すごかった。たですよね。まあ、ミニアニメもまた聞いてくるところでもあって、まあ、最新のミニアニメも良かったんでね。まあ、前回の感想動画かな、ミニアニメ絶対見た方がいいですよっていうことを言った。カロカーさんのチャンネルで上がってるんで、もうぜひともね、ご覧いただけたらというところで、もうすぐ重要な話も出てるんでね。で、今回の話はね、やっぱ一期の18話、レムのね、いいえ、ゼロからってあるじゃないですか。もう、神シーンですよね。スレムとスバルのやりとりですね。ゼロから始める異世界生活、タイトル回収なんかもやった、もう伝説の神回を彷彿とさせるですね。いや、まさかのね、その演説がもうマジベストエピソードでしたね。今のところもうめっちゃな、もうすごかった。もう、これまで面白い回ばっかだったし。で、まあ普段の僕だったらね、まあ前回も、まあため回というかね、情報量も多い回でしたし、まあさあこれから反撃だみたいな、回だったんでね。そういう意味で今回もそろそろ反撃始まるかなと思った中の、演説なんでね。ただ、それだけ聞いたらさ、またなんか、まあ、バトル始まってないんかって思うね。あらすじだけ聞いたら思う人いると思うんですけど、僕もでもあらすじだけ聞いた段階では、バトル始まんねえんだなって思ったんですけどね。もうめちゃくちゃ意味あったね。てかもう、熱かったね。で、演出がまたね、良くてね、ちょっとあんまネタバレしたくないんですけど、もうほんとね、その演出もね、ラストのとこですよね。もうすごいし、あとね、今回、もう超見どころが29分30秒あるんですよ。やったな、おいっていうのね。リゼロ2期はね、しょっちゅうなんか27分とかばっかやって、CM もやんないわ、オープニング、エンディング全カットだみたいなばっかやってね、もう逆にスポンサーとか心配になっちゃってね、大丈夫なんですかねみたいな。リゼロだから許されてんのかみたいな感じの、配信アニメみたいな尺でやってくるから、テレビでやってんすよ、だって。おかしいよね。27分なんてありえないですよ。まあ、普通のね、アニメだったら配信時間だったら23分40秒とかよくあるんですね。短い22分何とか何秒とか。長くても25分ぐらいなんですよね。リゼロって平然の26分7分で超えてくるんですけど、今回僕、アベマで見たら、もうびっくりして29分29秒。なんで、CM は全カット、まあ、じゃあ、だからオープニング、エンディングカットってまあ普通じゃないですか。で、リゼロ今回オープニングあったんですけど、まあ、エンディングがまあ特殊エンディングみたいな感じでですね、CM 全カットですね、多分ね。ほんと、30秒しか多分その次の番組で空いてないけど、そんぐらいだと思うんですけど、やばすぎんだろ。
いやでもね、それに足るね、超神回、でしたし、なんかバトルが見どころだって思ったんですけど、違いましたね。そこだけじゃないというか、これがリゼロだなってのも思ったし、まあ、キャラの成長もそうだし、で、まあやっぱこの演説がまたね、その内容も良かったしね、そのやっぱアニメのやっぱシーンということで、まあ作詞さんもね、おっしゃってますけど、その、やっぱその演説してる時って結局、その風景、その周りの様子ってあんま見えないわけじゃないですか。まあもちろん小説も書いて、様子書いたりってもすると思うんですけど、やっぱアニメでそういうの見えながらね、もう感動に感動、展開めっちゃ熱いし、ちょっと次回から、もう楽しみすぎるぞっていうところで次回ラスト。無理やろ。でも次回ラスト。次回ワンクルメ最終回ですよね。襲撃編。で、まあここから反撃編ということで、次回どうやって終わるのかなっていう感じもしてるんですけれども、まあでも今回で終わりじゃなくて逆に良かったなって、まあ今回で終わりでも食いで良かったじゃ良かったと思うんですけど、今回で終わりだったらね、あまりに噛み替えすぎちゃって。もう生殺しかなんて、まあ、次回も神回なのかもしれないですけどね。はい。まあ、でも、そのやっぱ原作ファンの中でもね、今回エピソード一番楽しみだったっていう話もね、まあ、かなり見ましたんで、まあ、やっぱ映像だってさらにやばかったじゃないかな。もう大感動でしたね。はい。なんで、ちょっとまあ、やっぱリゼロね、3期なんでね、もしかしたらやっぱ追いつけてないとか、2期で止まってるとか、見れてないって人いると思うんですけど、これ見るしかないですね。だし、いやまあ、幸いというか、まあ僕らは正直リアタイ勢はすごい悲しい、待ちきれないって感じなんですけど、この次回ね、一旦区切りで、そこから2ヶ月ぐらい空くんですよ、次の。まあ連続に来るではあるんですけど、8話8話でやるんで、次2月とかかな、確かね。始まるんで、空くんでね、もう追いつくしかないですよ。見ましょう、みんなで。あと、ミニアニメ絶対見た方がいいっていうところで、めっちゃ神回やったな。涙止まらずっていうね。すさまじい回で。まあ、全部最高でしたね。エピソードにしても、その29、30秒っていう、もうその着替えというか、リゼロしか許されない領域。1.5 話分じゃねえかみたいな。ここもやばかったし、まあ、展開もすごい熱かったですし、演出面も。バトルないね、回で。こんだけおもろいんだっていう。こんだけ心に刺さるんだ。このキャラだからこんなに感動するんだっていうの。で、だからこそ反撃に迎えるんだっていうのが、なんかもう全てが詰まったね。最強回でしたね。はい。ということで、リゼロ。最強でした！神が過ぎた！はい。ということでね、深夜なんでちょっと声をね、張り上げられないのは、まあそれでも結構張り上げてる気がするんですが、ね、ちょっと残念というか、動画通るんで遅れた私が悪いんですがね。はい。ということで。ネタバレなしの感想を言うとしまして、今回の終わりの感想、まあ、次回はね、もう最終回というところなんで、ひとまずね、ちょっと噛み締めてみたいなという感じでございますし、またね、見終わったら、まあ、時間取れればね、まだ一気とかちょっと見返したいなっていう感じですね。はい。で、これ、これの終わりの感想もネタバレありですね、ご注意くださいというところで、ネタバレの感想としては正直ですね、スバル最高すぎたーということで、ね、もうスバル良すぎやろ、もうね、彼の言葉にやっぱものすごい刺さったし、やっぱ人々がね、やっぱもうみんなやっぱもうどんよりしてて、まあやっぱこうかなりやっぱ厳しい状況だったんですよね。のに対して、やっぱもう士気というかもうね、なんかもう、やっぱこうかなり絶望的な、空気感っていうのも漂ってる中で、やっぱこれからね、魔女教ですね、まあ、滞在司教、4人に、4人対峙するっていうところで、やっぱこの、ね、まあシリウスのね、剣能とかもありますしね、まあ感情、まあそこの多分戦いに向かっていく中でですよね、みんなを勇気づけていくっていう、まあスバルの演出だった、スバルの演出の演説だったんですけれども、やっぱなんかその滞在司教を倒した男だからね、スバルしかいないんだって言ってみんなにこう、背中を押されて彼が演説するまでもまず良かったですし、アルがまたいい味出してんだな、これがね。アルがもうエミリア助けりゃいいじゃないかって言うんですけど、ね、エミリアだけ見とけばっていうこと言うんですけど、なんか彼もやっぱなんか色々知ってんだなとかさ、魔女教がね、そもそも、ね、アリのことなんか気にしないだろうって話もありましたけれども、
なんかやっぱそのミニアニメ見てるとね、まあ、あるもん、まあ、転生者でおめえの話出てきてるんですよ、ね、うん、でなんかスバルとなんかど兄弟ってどういう意味なんだろうみたいな感じもありながら、まあ、それももちろんいい味出してる中で、うん、でやっぱ驚いたのがね、まあ、そのやっぱ演説の説得力もそうだし、みんなの表情が本当にどん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 勇気が溢れていく、うん、希望に溢れていく、上を向いていく、うん、この演出とか、ミリアちゃんとかももちろんよかったですけど、そのみんなの表情の変化がやっぱスバルの演説も相まって、その演説ももちろん熱いからめっちゃいいからこそ、やっぱ彼らの立場に立ってね、自分も弱き者なんだけどっていうところで、あの普通はさ、俺が何とかしてやるっていう感じで、やっぱその自分が守るぜっていう、こう演説がやっぱ多いわけじゃないですか、こういうの。でも、スバルっていうのは、まあ、あえて言うけど、まあ、彼もやっぱそのめっちゃ強いっていうキャラじゃないんですね。例えば、ユリウスのもとの強いわけじゃないですか。なんですけど、だからこそ自分が言えることがあるっていう、このスバルの演説、やっぱものすごく刺さったし、なんかその説得力がやっぱものすごいあったね、そもそもね。その上でのエミリアタの特殊エンディング挿入歌、もうボロ泣きやろ、こんなの。こんなの泣くしかないぐらい、これ。すごかったっすね、マジでね。からの最後のね、あの、オットとかラインハルト登場も熱いだね。もう準備整ったぜ、みたいな。戦闘態勢ね、もう、よし、みたいな感じのね、ところでもあって。で、魔女教全く出てこないんですよね。あ、気にも留めてないんだな、みたいな。これがまた演出の妙というかね。普通だったらさ、なんであいつだーとかなるじゃん。もう、なんも出てこない。もう、なんも気にしないでしょ、多分ね。っていうのが、なんか現れてて、なんかそういう面でうまいなと思いましたね。だからもう全部最高でしたよ、本当に。まあキャラそれぞれね、やっぱスバルへのなんか信頼っていうのもそうだし、ね、スバルその魔女教を倒したとかそういうのしないんですよね。なんかそれがまたいいなと思ってさ、普通だったらさ、ね、俺は魔女教を倒したことがあるんだぞみたいな感じで言うんですけど、違うんですよね。彼ら寄り添っていくっていうことで、その上でね、みんなで立ち上がれるんだ、できるだろうっていうことで、やっていくんですけど、なんかお手本のようなっていうか、なんかリーダーにふさわしいというか、なんか、一番強いからこそリーダーじゃないっていうのが、やっぱなんか、そのスバルしかできない、その演説っていうのがものすごいなんかこうね、心に刺さりましたし、はい、涙止まんなかったっす。エミリアタンまた良かったね。また184番とのね、会話もあってですね。まあ、すごい、レグルスのやっぱ妻たちの、まあ、壮絶なね、もう兄弟とかも親とかも全部殺されてここに来てるみたいな、もう絶望的な話も聞きながら、で、エミリアタンも結婚式ね、出るという、まあ、決意を固めていくというね、話も出まして、ちょっと次回がまたね、楽しみなんですけど、どう、まあ、とりあえずね、一旦区切るのかっていう感じもしてるんですけどね、まあ、神回の神回だったなというところで、はい。もうほんと一期の18話ね、もうあれ彷彿させる回でしたし、まあもちろんこれバトルシーンとかもガンガン出てくると思うんですけど、そういう意味でまたもうね、アニメ的にも面白いかなと思うんですけど、いや、まさかまさかね、もう演説のシーンでこんなに神が来ちゃうとはっていうところで、なんか改めてリゼロの凄さ感じましたし、どっちかってその滞在司教を戦うための準備会2話連続でやったわけなんですけど、それでもやっぱこんだけそうやる、絶対やってやるんだって気持ちにさせてくれる、このリゼロのなんかやっぱ凄さと、キャラ魅力と、展開の厚さと、はい。まあ、それね、アニメのね、やっぱこの気合ですよね。29分30秒、まず気合しかないんですけど、はい。それにやっぱ足るっていうか、もっとやってもよかったですけど、はい。神回し、まあ、特殊エンディング、またこれがね、挿入歌がまたね、ハマるにハマってですね、泣きましたね。スバルかっこよかったし、みんながね、こう、またこう上を向けた、立ち向かうと、ね、やってやるぞという形になりましたんで、はい。まあ、次回も楽しみですし、もちろんね、まあ、2クール目、反撃編も楽しみで仕方ないなというところでございました。はい。ということで、今回のリゼロ第3期、7話ですね、57話の、正直すぎる感想、一切忖度のない感想は、以上となります。楽しみありがとうございました。やっぱこのスバルの、この、不器用ながら、でもなんかすごい等身大でもあって、やっぱこう寄り添っていく、その勇気づけていく、はい。演説に、もうスバル何言ったか大丈夫だったかみたいな言ってましたけど、やっぱそんだけやっぱこう、夢中になってね、話してたからこそ、まあ多分分かんなくなっちゃいますね、そういうの言ってるのって。っていうのもね、伝わってきた、はい、神回だったなというところだし、まあオットとかね、スバルとかね、やっぱスバルじゃない、ラインハルトとかのね、頼もしさもね、やっぱすごいあったんですけど、はい。いやー、痺れに痺れましたね。ユリウスとか、まだミニアニメもね、また良かったんですけどね。はい。なんか、ユリウスのなんか、スバルへの信頼みたいなとこもね、見えてくるし、はい。素晴らしかったですね。はい。神回すぎたなと。
あるとかもまた楽しみですよね。はい、ということで、楽しみが尽きないリゼロさん、まあ、感想をね、これ、ひとまず以上としてあります。最後までありがとうございました。またね、来週以降も、来週以降というか、まあ、次回ね、ひとまず、収益編の最終回8話、迎えるという、これもちろんね、感想動画出させていただきますし、また2クルメをね、もう待ち遠しいと、もう今からもうね、早く来てほしいという感じなんですけれども、もちろんね、また感想動画もね、上げていくつもりです。まあ、それ以外もね、コンテンツのまた感想とかランキングとかもどんどん出していきますんで、ぜひこの機にチャンネル登録ですとか、効果もしてきます。大変嬉しいです。まだ皆さんね、コメントとか原作の方ね、補足とあったら、コメントいただきましたら大変嬉しいですということで、まあね、本当はもう作品は繰りたいところなんですけど、ちょっと深夜なんでね、頑張って声を抑えて話したんですが、まあ、この凄さはきっと伝わったと思いますんで、見てない人はもうぜひともね、見てほしいし、まあ、単純に今回見てない人も今すぐ見てほしいですし、追いついてない人もマジで追いつく価値しかない、3期になってるなと。3期でこんだけ思うのはやっぱ凄すぎるね。さすがリゼロだなっていう感じも。してますし、そのね、バトル回じゃなくての面白さっていうのが、やっぱまたね、なんかその決戦に向かうある種準備の回なんですけど、こんだけ面白くできるってリゼロの、なんか改めての力と、まあ、3期のこっからの楽しみよりね、増えた、そんなね、回でございました。最高すぎたーということでね、今回の動画は以上としております。最後までご視聴ありがとうございました。